だ。はい、それでは本日も合同練習を行っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ今日のお題、塾長お願いします。レッスン男塾三人衆、元気でやってるか。ももちゃんにちょっかい出してねえだろうな。今日のお題はフェアウェイバンカーから90ヤードを3打で上がってみろ。フェアウェイバンカーから90ヤードっていうのはプロでも難しい距離だ。しっかりゆうちゃん先生とももちゃんに教えを請いながら頑張ってみろ。塾長から90ヤードっていうお題だったんですけど、はい、ちょっとゴルフ場のシチュエーション的に80ヤードということで、はい、ちょっと難易度は上がっちゃいますけど頑張っていきましょう。皆さん上がるんですね。はい、10ヤード短くなってやったじゃないんだ。やったわけ、ね、一番難しいと思います。90から80ってラッキーじゃないんだ。いやでもなんか90以上あればトップしたりしてもまあワンチャン残ってくれるみたいな。80より中になってくるとトップしちゃうとオーバーして OB っていう危険性が出てくるのか、うんうん、そうですね。先生一番簡単なのが120ぐらいかな。へえ、9番あ、それは分かります。予定で距離が一番簡単だと思う、はい、短くなれば短くなるほどフェアウェイバンカーも50ヤードからやっぱ80とかってかなり高難易度なので、ぜひここを習得していろんなバンカーを出るようにしていきましょう。ドカン違い。じゃあそれでは早速、はい、ももちゃんに、はい、お手本見せていただきましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、80ヤードということで私は52度を持ちました。52度で、クリーンにこれはヒットしなければ砂を食ってしまって飛ばなくなるのでクリーンに打つんですけど、まずクリーンに打つ方法としてボールの位置が右側、普段より若干右側で、普段構えているよりも若干ハンドアップ、手元を高めにして打っていくんですけど、手元を高くする分ここは長く使うのでちょっとだけ短く握ります。若干短く握ってクリーンヒットをするためにボールを右側に置いて打ちます。80ヤードってことでだいたい85から90ヤード打つぐらいの振り幅で打っていきます。ありがとうございます。ありがとうございます。今のこのしゃがみはあのアゲンストで風が全部顔にかかってます。すいません。あ、そこまでマネジメントしてる。かわいい。前回アプローチでもハンドアップにするっていうことを言ったんですけど、はい、ハンドダウンにしてしまうとこういうフェースが返りやすくなるので砂を食ってしまったりとかホームランしやすくなってしまうんですよね。それを抑えるために短く握ってシャフトのしなりを少しだけ止めてあげてハンドアップにしてあげることで同じ面で打てるので優しくこうクリーンヒットっていうかショットのように打ちやすくなります。はい、ぜひ試してみてください。はいはいはい、はい、ありがとうございます。はい、今回は何打で上がれるかによって得点が変わってきます。3打で上がれると2点、はい、2打で上がると5点、おーバーディーで、そして4打だとマイナス1点、5打だとマイナス5点。5でかっ。はい、それでは実際に打っていきたいと思います。はい、ヤスさんからお願いします。はい、お願いします。行きましょう。待って、はい、行きましょう。はい、50度でいきます。ちょっとアゲンストなのであと砂が硬いのでマンスが効きすぎちゃうと弾かれるような気がするので、50度でいきます。うまーい。うまーい。うまくないそれ。
参りました。ナイスナイス。いやマジ緊張しました。やばこれね、硬いからほんと弾かれそうだったんですけど、うまく打ってよかったです。で、やっぱちょっとイメージハンドアップにしたら意外と跳ねることなく先からこうすくう感じで打てたんで、なんかほんとうまく打ってよかったです。笑っちゃったもん。嬉しそう。嬉しくて笑っちゃってるもん。めちゃくちゃ嬉しいです。はい、続いてブーさん、お願いします。はい、僕も、アプローチ、50度で、いきたいと思います。ゴー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 。ナイス。すごい。ナイス。取ってた。ポーズした。チャンス。トップしすぎるような気がしちゃったから、もう手前でいいと思ってちょっと手前に入っちゃってもいいかなっていうので、その代わりちょっと強めにダウンから強めに入れました。そしたら、まあ、うまくいったですね。ちょっとだけ砂噛んじゃったんですけど。っていう感じです。そうですね。見たか見たか。はい、続いてイエローさん、はい、お願いします。はい、行きます。はい、僕も50度のウェッジで行きます。頑張れ。頑張れ。一度も素振りしなかったんです。緊張してるんだ。手前でもいいかなと思ってやったんですけど、上叩きすぎました。はい、上叩きすぎちゃいました。じゃあアプローチ頑張ります。寄せ腕ですね。はい、頑張ろう。はい、58度でいきます。ナイス。うまっ。入っちゃう。完璧。完璧。パールだ、パールだ、パールだ。ありますね、これ。イメージ通りでした。でも本当にモモ先輩に教わった通り、下から見て、グリーンの一番低いところから見て、どこにファーストバウンドを落とそうかっていうので、まあ、イメージ通り、行きました。イメージ通り。ありがとうございます。強かったね、今ね。はい、ブーさん2打目、お願いします。はい、頑張ります。ファイト。だいぶ残しちゃったな。ちょっといっちゃいます。はい、続いてヤスさんお願いします。2打目。はい、メーターです。これは絶対に入れなきゃいけないバーディーパットと思ってました。はい、ありがとうございます。はい。嬉しい。気が楽になったんじゃないですか。ブーさん3打目お願いします。はい、うわ、わかんねー。ナイス。あ、とんまいです。いや悔しい。強気パットが悔しい。まあ、でも攻めた、攻めた結果っすね。はい、それではイエローさん、3打目お願いします。嘘でしょ。嘘でしょ。イエローさん、今で決めなかったね。嘘だ。うわ、寄せた意味。いや、もったいなかった。本当に難しい。切れたんですか今。いや、右に打ってます。あ、右に打ち出しちゃいましたね。すっごいアップで取られてる。今までないぐらいアップで取られてる今。マジか。それでは結果発表。
成績優秀者から3打のヤスさん、はい、プラス2ポイント、ありがとうございます。ナイスパー。いやでもこれは本当にね、バーディー2打で上がりたかったんですけど、でもよくやりました、はい、ありがとうございます。たぎるぜ久々。はい、そして同率4打のブーさんとイエローさん、はい、はい、マイナス1ポイントです。また減った。3回、3回連続マイナス1。また減った。また減った。どんどん減っちゃう。うん、でも、取りに行った結果だから、うん、2人とも、うん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 。そう、しょうがないですね。うん、そして、もも先輩からちょっとアドバイスを。はい、はい、皆さんのさっきの意見から、ここのアプローチから一番難しいところはどこっていうのを聞いた結果、はい、そこの、サブグリーンの下の左足下がりが選ばれましたので、ちょっと、はい、参考になるかなって思うので、ちょっとやってきます。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあそれでは、左足下がりのアプローチをちょっとやっていきたいと思います。はい。距離感が難しかったりとかしやすいんですけど、ボールの位置を右側にして、先ほどと同じハンドアップにしてあげて、低く低くフェース面をずっとピンの方に向けるようにしてください。あと若干フェースを開いてあげることで球がキュキュッとグリーンに乗ってから止まってくれるので、うん、それだけ意識してやってみてください。受けてくるんだ。うぅあー危ない、入っちゃうところだった。うぅあー危ない、入っちゃう。こんな感じで打っていきます。フェース下がりでもハンドアップにしてフェースを開いて低く低くフェースの面をずっと目標の方向に向けてあげることが一番いいと思うので、ぜひ試してみてください。はい、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました、はい。ブーさんもヤスさんもすごいね、ピンにグリーンにちゃんとしっかり乗せてこれたんですけど、はい、イエローさん、はい、はい、僕だけ乗らなかったです。今日ちょっとね、もう見れないよ、目合わせなんだちょっと力みがちだったのかな、はい、と思いますんで、はい、ちょっと最後に、はい、バンカーのちょっとフェアウェイバンカーのレッスンを少しやってみたいと思います。はい、すみません、よろしくお願いします、はい、イエローさん3度目のレッスンとなりますが、はい、はいはい、やっぱり今のショットも多分振り上げすぎてた、はい、まあ、ももちゃんにも指摘されてたんですけど、はい、素振りをしてない、はい、あーしてないしてないそう、ももちゃんのアドバイスで言うとハンドアップにしてとか、はいはいはい、もうそればっか考えて打ち行きました、はい、でそれで一旦素振りしてもらって一回力抜いて、はい、でもう一回テイクバックを抑えて、はい、テイクバックを抑えてやってみましょう。はい、わかりました、はい、はい、うんうん、良さそう、はい、はい、お、あ、ナイス、ナイス、これ多分すごくいいですよね。入る、入る、あ、でかかったけど本当にクリーンですか、これめっちゃクリーンだったんだ。え、どこに方向性はね、方向合ってましたね、はい、すげえ良さそうだったんだけど、ちょっとトップ目に行くってことなんで、ちょっと押さえて打ってみましょう。わかりました、はい、ちょっと噛んだけど、でも、うん、いや、これは、うん、ナイス、ナイス、ナイス、これでいいですね、はい、これですね、はい、ありがとうございます良かったよかった。はい、それではフェアウェイバンカーから3打で上がる、やってみて皆さんいかがでしたでしょうか。はい、いや、乗せられたんですけど、やり方とか教わって、うん、自分なりにこう取り入れられたかなと思いました。で、もうパットはもう完全にバーディー狙いに行き過ぎたんで、はい、でもしょうがなかったですね、はい、はい、僕はもう前回前々回通してやっぱり力み、はい、それとやっぱりこう振りすぎずというか、そこちょっともうちょっとリラックスして全体的に、はい、振れるようにするとまた何かちょっと変わってくるのかなと思いました。はい、最後やっぱりパター外してしまったので、あれはちょっといつもなら正直入れられてるかなっていうパットなんで、
っぱね、ちょっとこれウーブゴルフの魔力にやられたのかなと。まあでも教わったことはかなり身につけてこれてるかなと思うんで、ちょっとこれからも上達を目指して頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。それでは今日やったレッスンだったり、はい、アドバイスを生かして、はい、次につなげていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、さてここでこの番組のスポンサー、最高の睡眠で最高の人生をのブレインスリープさんから視聴者プレゼントがあります。イエーイ、これも最高。ヤスさん頑張ったでしょうね。前回枕ゲットしてるんですけど、その後いかがですか？寝つきがやっぱ悪くて、枕の上でこうスマホをねこういじっちゃってる時間結構長かったんですけど、うん、結果睡眠時間も短くなったんですけど、それがなくて、でかつですね、まあ別の回でブーさんも言ってたように起きることがなくなりました。もうぶっ通しで寝れるんで、すごく調子がいいです。そしてゴルフも調子がいいです。ブレインスリープさん、ありがとうございます。プレゼントご応募の方は概要欄をご覧ください。次回も三浦桃花さんと合同練習していきますので、皆さん見てくださいね。お楽しみに。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。せーの、また見てねー。